今日はですね、メントスとコーラを使って実験をしたいと思います。メントスとコーラを合わせるとすごい爆発するように吹き出るっていうのは有名な話ですが、ただメントスとコーラの組み合わせは最高なんで、このメントスを食べながらコーラを飲む、メントス何個までいけるのかっていう限界の数について検証したいと思います。1個目いきます。1個で1個口に入れてコーラを口の中に限界まで入れていきます。いきます。怖え。いきます。1個セーフです。1個でも口の中でブワーッと膨らむの分かりました。でも1個はセーフです。じゃあ次2個目2個でいきます。メントス2個でコーラいきます。2個セーフです。2個セーフです。2個多少食べましたが、あ、でもね、メントスとコーラうまいわ。最高。半個3個とコーラいきます。うまい。じゃあいきます。吹き出ましたけど、まだいけます。まだいける。感覚的にてか、もっと入れた方が美味しい。コーラとメントス合う。4個目いきたいと思います。まだメントスは全然丸々残ってます。4個いきます。半分ぐらい出ちゃったけど、今が一番美味しかったです。もうここはちょっとメントスも若干ちっちゃくなってきたんで、今4つ入ってるんで、もう4つ足します。メントスを3つにします。もう3つ足して7個でいきます。7個。これね、ちょっと時間差がありますね。4つとメントスで7個いきます。7無理です。正直言って4つでギリ成人男性なら3まではいきますけど、4でダメなことは判明しました。皆さん真似してください。ありがとうございました。